メインイベントっていうところで、まあ、SB から来たんで、シュートボクシングから来たんで、まあ、ちょっとない話だなっていうところで、ちょっとネクサスに貢献できたかなっていう、まあ、出るからにはやっぱ盛り上げたいなっていうのが一番にあるんで、SB シュートボクシングとしてしっかりシュートボクサーとして強いところを見せれればというところ、やっぱシュートボクサー活躍してるんで、シュートボクサーの強さを見せていきたいです。やっぱ恥じない試合はしたいですね、シュートボクシング選手として。まあ、シュートボクサー強いんだし、見せたいですね。そう、モチベーションは結構高くて、まあ、ターゲーでここまでのピックアップしてくれて、やっぱ盛り上がる試合をしたいのと、やっぱ観客も盛り上げるように全部巻き込んでっていうところで、俺のミノキっていうのを見は魅了するのに、魅了して会場を沸かせるし、でネクサスキックをもっと有名にしていきたいっていうのがやっぱり一になります。プロの紐ですね。肌治療も彼女に20万出してもらいました。まあ、あのオーナーが格闘技好き で営業終わりにジム持ったりするんですよ、はい、でお前ちょっと俺の腹打ってみろって言われたら、お前パンチめっちゃ強いなって、来月大会あるからもう出ろって言われて、おーすって大学も通ってたんで、2、3年その1、2試合して、そこから2、3年空いて大学卒業でプロ目指そうってなったんですよね。ずっと歌舞伎町にはいられないなって思って、強さの追求をしていきたいです。ネクサスにもその魅力があるし、シュートボクシングにもその魅力がある。まあ、ネクサスとシュートボクサー、両方の看板になれる選手にはなりたいなと。格闘技で稼ぎたい。ファイトマネーもっと上げたい。顔売ってください、山田さん。まあ、すごいアグレッシブな選手だなとは思いますね。やっぱ、俺の練習してきた思いとか、そういうのをぶつけて、語れれば。まあ、受け取ってくださいって感じです。あ、ライズでチャンピオン目指してますね。僕はライズ出て、他の団体出て、ネクサスも盛り上げるっていうポジションが一番、それこそシュースさんとかも、僕もキックだったらキックで、僕もそのポジションには目指してますね。